それでも通ってたような気がする。立ち止まり写真を撮っている方にお願いします。綺麗な花火の写真を撮りたい気持ちは分かりますが、立ち止まってしまうと後の方が花火大会会場へ向かえません。
列はゆっくりと進んでいますので、前の方に続いて順調よくお進みください。Yeah.
食料買ったことができます。
ています。立ち止まることなく会場方向へお進みください。前の方に続いてゆっくりと会場方向へお進みください。今日はご覧のように大勢の方で混み合っています。前の方に続いてゆっくりと会場方向へお進みください。東急大井町線、東急大井町線の上野駅も合わせてご利用ください。混雑による事故防止にご協力お願いします。歩道上で立ち止まっている皆さん、立ち止まって写真撮影をされている皆さん、立ち止まらないでください。皆さんの後からも大勢の方が続いています。写真撮影をされている方、思い出の一枚が撮れましたら立ち止まらずに前の方へお進み、前の方に続いてゆっくりとお進みください。写真撮影をされている方は立ち止まらずに前の方に続いてゆっくりとお進みください。本日による事故防止にご協力お願いします。お願いします。二子玉川駅方向は現在非常に混み合っています。二子玉川駅周辺は現在非常に混み合っています。お時間に余裕のある方は急がば回れ、急がば回りの精神で東急大井町線上野駅も合わせてご利用ください。混雑による事故防止にご協力お願いします。歩道上で立ち止まって写真撮影をされている方、立ち止まらないでください。前の方についてゆっくりとお進みください。思い出の1枚が撮れましたら立ち止まらずに前の方に続いてゆっくりとお進みください。またお帰りの皆さんにお知らせします。二子玉川駅はすでに大勢の皆さんで混み合っています。これからお帰りの皆さんが赤い光の示した方向から上野駅をご利用ください。大井町線の上野駅をご利用ください。このままこの先の二子玉川駅はすでに大勢の皆さんで混み合っています。これからお帰りの皆さんは赤い光の示した方向
では左側通行で整理を行っています。向かい合う方とぶつかることのないよう左側通行にご協力ください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。Thank you.
ってくれる。